先になんか消えてしまったんで、手洗ったとこまでやって、で今日そう、昨日買ったこれカジカのアラ、398円の半額でした。あー今年初かな、半額に買えたの。これカジカいつも探してたの。今もうお湯入れて、水入れてガスファイヤーしたとこまで火してたんだけど、あのなんか電源切れちゃったのね。多分フュージョンした時だわ。あの電源落として落ちた。これ換気扇こっから風入ってくるからちょっと今閉めてる。少し隙間開けてるけどね、それじゃないと火事になるからやばいんだよね。これすごいでしょ、これジェット、ここら辺もジェットでさ今まとめてあるんだよね。これスキーしてるでしょ、流してね。見てこのピカピカ、このさジェットの威力ってすげえよ。これジェット、お前もさジェットで洗っちゃっか、あお前もジェットで洗っちゃっか。すごいよこれジェット、鍋でも何でもいいんだよ、壁でもね、すげえよこれ。まあいいや、とりあえず時間かかるんだよな。水出しっぱなしは金が逃げるからね。俺もいつも金が逃げてばっかりだから水すごいもん、出しっぱなしでいつも。昨日買ったさこれマジックハンド、マジックハンド見える？これすぐ何本ももう買ってるんじゃない、5、6本以上すぐ壊るんだよこれ100円の。じゃあ俺一応これさダイソンなんか買った時にポイントでね、ダイソンのね新型ミニの DC45 だからなんかもらったんだよな。これあんまり使ってないかな、音うるせえから。そして風もすごいからね、排気の風すごいよ、髪の毛逆立ちだもん。もうこっからもうね煮詰めようか。いや俺は洗わないよ、洗ったらうまみ逃げるからそのまんま食べれないとこだけ取ってさ。これなんだ、ここ肝、肝かなんかだな。おいしそうだな。あれなんかさ魚の下になんか引いてあるのかな、ちょっとこれ紙かなんかくっついてた今。あついてた、これ取んないとねダメだよ、ね、ということでしばらく時間かかります。はいフュージョンということで、はい、またパート2で出来上がりをお写しますんでね。味付けただ味噌入れるだけなんで別に味付け大したないです。じゃあまたね、はい、北海道弁で、そうです、したっけです。あの、俺のコメント分かった、おじさん。あの、おじさん、ああやって煽ってきたら、俺さ、あれ、旗も持ってたし、俺、旗持つとこした人があって、ああやって本当行くからね、俺ね。おじさん、気をつけてよ。俺、誰でも向かっていくから、あの俺のとこ座って挑発してくるやつは、気をつけた方がいいよ。じゃあね。俺それで警察結構引っ張られてるんで、じゃあね。でも相手が悪いから俺が引っ張られても俺はいつも釈放されます。バイバイ。俺は俺からやんないんでいつもね。はい、相手が仕掛けてこない限りは俺は何もしません。して男女子供お年寄りには俺は一切されてもされなくても何もしません。興味ないからです。男をやろうだけです。向かってきたら俺は向かいます。じゃあね、さよなら。なんせ10代からそういう男だったんで、まあ友達に聞けば分かるんじゃない。俺